ニュース解説をですね、週に3回ぐらいやってるんですけども、ある時にですね、振り込め詐欺の問題が出ました。相変わらず振り込め詐欺が後を絶たないと。老人はボケていると。しょうがないね、というような感じだったんですが、若い人にもですね、結構この振り込め詐欺に類した犯罪っいうのはあるんですよね。まあそれは、こんなもの買ったんじゃないかっていうようなものから始まってですね、いろいろなものがあるわけですね。 で、まあその簡単に詐欺に騙される日本人というのがまあ多いわけですけども、これはですね、えー、まああの、日本がですね、非常に、えー、安心な社会であるということはいいんですけども、まあそうじゃなくてですね、実は羊だからとここに書いてあるんですけども、まあ言われた通り何も考えない社会であればですね、まあいただけないわけですね。 まあ実際上ですね、えー、振り込み詐欺が起こるとは私はこんなふうに思うんですね。学校時代にはですね、先生の用意したものと同じものなら正解とするという、い、ま、わ、あ、ば <laughs>、素直な人はいいと、何も考えずに、素直な人はいいという、そういうことをやってきたわけですね。それから社会ではですね、おかしいと思っても質問せずに、その通り従わなければいけないという社会規範と言いますか、風潮があるわけですね。 ま、東大卒業生が悪いことするのはですね、頭が良い人が東大に行くわけじゃなくて、質問通りに疑問を持たずに答える人が、ま、東大に行くわけですね。ま、学問的に間違っているんじゃないかなと思ってもですね、ま、出題者の気に入るように答えるわけですね。例えば、最近ですと、ま、この地球上にはですね、水素エネルギーなどがないことを知っていてもですね、燃料、電池、自動車は究極のエコか、なんて言われるとですね、その通りエコと答えると。 だから、燃料電池自動車がエコであるかとかですね、水素エネルギーがこの地上にあるかっていうようなことは考えなくていいと。考えてそんなこと言うとですね、お前はエコに水差すのかとかですね、まあそういうふうに言ってとっちめられるという社会なわけですね。で、これはあの実は環境関係の国家試験でたびたび問題になったわけですが、分別するとエコと。 しかし、分別したやつはほとんど燃やしてるだけというのを知っていながら、国家試験でも分別したら資源の回収ができると答えないとだめだということなんですよね。それから、クールビズもそうですよね。まあ、世界で日本しかないと思うんですけどね,ね。私服を規制しているのは。規制してないって言うけど、規制したもんですよね。お役所で今、クールビズの機関でネクタイ締めてたら、多分なんか言われるんですよ。だからこれはもう、 規制と一緒なんですねこういったものもそれをそのまま従うわけですね。つまり、自分の頭で考えてはダメだということをですね、教育の世界でも社会訓練でも、もう繰り返しやって叩き込まれるわけですから、私は、オレオレ詐欺に引っかかって当然じゃないかと思うんですね。現在の日本には頭で考えてはいけないという風潮があり、えー、さらにそれに加えてですね、振り込め詐欺にほぼ類似した詐欺を、 政府、まあ知識人 NHK などが行っているという現状があるわけですね。まあそれをちょっとだけ、もうもっと多いんですけども、ちょっとだけ書きますとね、えー、子供につけ詐欺。これはまあ財務省が実施、協力者 NHK なんですが、詐欺被害額は1000兆円に上ります。温暖化詐欺、リサイクルダイオキシン詐欺、高血圧減塩食詐欺、コレステロール詐欺と。 こういうのはですね、まあ、一つ一つ説明の必要がないほど、まあ、詐欺が横行した当たり前の詐欺ですけども、これが詐欺になってないのは考えちゃいけないって言われるんですね。えー、お金を振り込めって言ったら振り込みなさいとこういうことですね。それの典型的なのがこの子供につけ詐欺ですね。つまり子供につけを回すなと言ってるのは、子供一1人当たり806万円の財産を国民が持ってるのに、NHK がそれを借金と表現する。 そそしてれれを指摘すするるとバッチングされるんですよ。まあ、例えば、まあ、あ NHK に出ることができないっていうのは当然のことながら、ですね。あらゆる手段で、えー、もちろん詐欺ですからね、でこの国家ぐるみの詐欺をあの摘発する警察がいないもんですから、だから私たちは、えー、国債を買って、ですね、今まで1人当たり806万円のまあ国債、 その他もあるんですが、もう持ってるわけですよね。その国債を子供に渡すわけですから、えー、国民一人当たり806万円の財産を持ってるわけですね。それを国に出せば、国一が政府に出せば、政府が806万円払ってくれるんですから。ところが政府が払う気がなくなったと。だからこれを借金と言って、国民から一人当たり806万円あの取ろうとしてるわけです。もしくは、 お札をどんどん吸ってインフレにするとかね。あらゆる手段を今考えてるわけですね。これは詐欺ですね。温暖化詐欺はもちろん言うまでもないんですが、温暖化してないと。まあ温暖化してるかしてないかって気温ですからね、温暖化ってのは。もう十何年間も気温変わってないのに、まあ大変だ大変だと脅して、まあ3兆円の利権をもさぼってるわけです。最近総選挙が行われまして、 え、選挙に650万円、50億円かかる。もったいないなっ、つってますけども、毎年、温暖化という詐欺で使う税金は46倍なんですよ、それの。だけども、これも考えちゃいけない。データも見ちゃいけない。指摘もしちゃいけない。と今言われてるんですね。実際、あの、本当、本当にテレビとかそうなん,そうなんですよ。この詐欺を指摘してきちゃいけないんです。まあもちろん、リサイクル、大シン詐欺も同じでしたね。ゴミが溢れる。 史上最悪の猛毒と嘘をついて人を騙して、これでまあ年間4000億ずつ税金を使ってるわけですね。詐欺というのは人を脅して金を取るっていうのが、まあ、詐欺の典型的手口だそうなんですけど、まさにその通りですね。で、これもね、分別したゴミは焼いてるだけじゃないかって言ったらバッシングされるんですよ。お前は物を大切に使わないのかとかやってやっちゃうんですね。それから例えばペットボトルの蓋ですね。 あのペットボルトルの蓋なんかですね、回収して、何かどっかの薬、子供を助けるとか、何言ってんですかと。600円で集めたものを40円で売って、560円の赤字を出し、それを税金で全部補填して、何かいいことやってるように仕組んだということですよね。やってる主体は非常に変な人たちなんですね。それに小学校の子供たちを巻き込むという、まあ、そういう大掛かりな詐欺ですね。 それから、まあ、高血圧、減塩食詐欺というのも似ております。コレステロール詐欺も似てるんですが、今ちょっとこれは整理をしておりまして、もう少しすっきりした形で言いますが、いずれにしても、理由を考えさせないってことなんですよ。ええ。例えば、減塩食なんておかしいに決まってるわけですよね。だって、あの、減塩食っていうのは別に高血圧にならなければ別にいいわけですから。だから、いやそうなのかどうかもはっきりしないわけです。とにかく理由を考えさせないんですよ。 日本人の塩分の取得率は諸外国に比べてこうだと言って、お前、塩を減らせと。4グラムまでとか。まあ本当は10グラムぐらいがもっと,いいもっと上の方がいいかもしれないですけど、まあそう言うと。で、それに対して、いや、それはちょっとおかしいんじゃないですかって、たちまち異端児というレッテルを貼られてバッシングされます。私なんかね、いつも言われてるんですよ。田 武田の独自の理論。要は別に独自じゃないんですよ。ただ理由を考えてるだけなんです。自分で。この人はオレオレ詐欺じゃないかと考えてるだけなんですよね。オレオレ詐欺じゃないかと考えるとバッシングされるんです。で不合理でも指示通りにさせるというのが基本なんですね。例えば、えー、警察もオレオレ詐欺の追放運動してますけどね。その片方でね、後部座席に座った人は、えー このシートベルトをしろって言うんですね、もちろんシートベルトした方が安全ですよ、だけども、私、何回もですね後部座席のシートベルトがどのくらい効果があるかっていうデータを調べようとしたんですけど、ないんですよ、むしろですね、シートベルト屋さんと警察の癒着っていうのが出てきたぐらいなんですね、ですから、そのそういうのをだけど調べちゃいけないんですよ、つまりオレオレ詐欺がかかっかの電話がかかってきたら、相手がオレオレ詐欺だということをその調べたらいけないって言ってるんですよ、それから酒を運転もそうですね。 0.15っていうのは世界的に日本ぐらいなんですが、0.25から0.35が普通なんですが、なんで0.15かというデータもないんですよ、実は。タバコもそうですね。タバコを吸ったら肺がんになるっていうデータを調べてみると、タバコを吸った方が肺がんにならないんですよ。だけども、タバコを吸ったら肺がんになると言ってんだから、お前頭で考えるなと。まあ、そういうふうに言うわけですから、これはまさにオレオレ詐欺に従えと言ってるわけですね。 もう日本全部そうなんですよ。もう理由を聞くなと。やれと言われたことをやれというふうに学校でも、えー、社会でもずっと訓練を受けてきた日本人がですね、突然電話がかかってきた時だけ、あなたはもしかしたら俺俺詐欺団なんですかっていうことに思えあの、至りませんね。まあ、日本が安全で誠意あった国であったことはいいことなんです。それで素直な性質になったんですけど、その素直な性,性質に付け入っているのは現在は、 オレオレ詐欺の犯人よりか、日本政府、NHK、知識人なのだと、こっちを変えないとですね、オレオレ詐欺はなくならない。私はそのように、えー、思っています。